久保さん、山本太郎さん人気っすね <laughs>。山本太郎さん、やっぱね、久保哲郎の名前は知らなくても、山本太郎さんの名前はね、こう知られてるっていう。まあこれはまあ、ね、いろんなところに出て、街頭演説して、いろんな話でやってるからですよね。うん。まあ知られなければ、知られなければ、知られないっていうね。うん まあ僕はあの山本太郎さんの演説がやっぱいろんななんかあるじゃないですか。演説みたいな。まあ今過去にずっといろんな人がしてきましたけど、やっぱ山本太郎さんとその一番面白いのがそのやじを言ってくる人のやっぱね対決というか、まあそれも実際再生数回ってますからね。うん。そう。 でも山寺さんがうまいなと思うのはやっぱねそのどんなに批判されてもその意見をねまあ聞くってことですね聞くっていう <laughs> 聞いて、ね、でまあなんだあの自分の意見を言う時もあるしまあ意見が対立して、えー、な決着つかない時もありますけど、うん、ただ言ってるのが僕はもうそうだなと思うんですけど うーん。ヤジを、ヤジを言ってくる人より大変な思いはしてるなっていう事実ですよね。で、それを自分で言ってるっていうね。こんなバカなことしないですよ、みたいな。<laughs> こんな大変な思いにしてなんでやってるんですか、みたいなね。<laughs> じゃああなたがやってくださいよっていうね。あなたがやればいいじゃないですか、と。<laughs> いや、本当にその通りだなと思いますけどね。ヤジヤジ言うんだったら自分が政治家になればいいだろうし。ね 別にその山本太郎さんだけが政治家になれるっていうわけでもなくその権利はあるわけじゃないですかあの立候補する権利はあるわけじゃないですかなんかヘズマリュうさんとかねそのなんかいろんなユーチューバーもね政治家で立候補したりとかするわけじゃないですかなんかだから別に権利はあるはずなんだけどその権利は使わず野次はやじの権利は使うっていうね <laughs> だからそこが僕はね、その山太郎さんの好きなポイントですね、うん。まあそうだよねっていう。ほんと大変だと思いますよ。うんうん、全国各地回ってねあの、同じこと言って、同じこと言って同じようなやじが飛んでね、<laughs> それでもずっと人前に立ってその伝え続けるっていうのは、よほどのやっぱパワーがないと、精神力がないとできないことですよ。 うん、だそのやっぱやじを言うのは自由なんだけどもどこで言うかですよね、うん、今のじ今のせい政治家となって政治の場所でやじを言うのかそれとも傍観者というかね、うん、そのなんですかねやりたくないことはやらずして言いたいことは言うっていうね <laughs> そうここがなんか 何なんですかねって話ですね。いってらっしゃい。